どうも、デコボコ投資チャンネル、森です。松です。本日の動画は、LINE 証券で一株から投資シリーズの第14弾です。はい、もう久しぶりの LINE 証券シリーズなんですけども、LINE 証券や一株投資に興味のある方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ということで、本当久しぶりなんですけども、はい、今日私、LINE 証券の口座を開いてみて、うん、もうすっごい驚いたんですよ。はいはい。と言いますのも、このうちの一銘柄がすごいんです。それがベストホールディングスになります、うんうんうん、でこちら、現在の損益率がプラス 40.76%。 おー、すごくないですか。約 1.5 倍ですね。はい、ということで、私はなんで上がったのかが全くわからないので、うんうん、ちょっとマッツーになぜ上がったのかっていう理由をちょっと説明してもらおうかなと思います。はい、わかりました。まあ確かにね、 1.5 倍っていうと凄まじいですから。はい、はい、実際にいくらプラスになったんですか。ん、それ聞きます。はい、プラス212。はい、3名の根拠はここです。ではそしたらですね、改めて Z ホールディングスの株価がなぜ上がってきたのかっていうところと、まあ実際ですね、株価上昇してきてるということは、じゃあさらに買い増しをした方がいいのかどうなのかっていう話になりますんで、うん、まあこのあたりを説明していきたいと思います。はい、ということで、じゃあ Z ホールディングスの株がですね、上がった原因になったのがおそらくですね、決算かなというふうに思っています。でこの決算なんですけども、 Yahoo ニュースで、記事がですね実際に出ておりますので、それを見ていきたいと思います。はい、Z ホールディングスの株がですね、1年ぶりに大幅高ということで、第一四半期の売上収益が過去最高だったよという記事になります。うん、で発表したのはですね、8月の3日なので、まあ今撮影現時点で9月の3日ということで、ちょうど1ヶ月前に、決算発表してます。4月から6月期の第一四半期の決算が、非常に良かったということで、まあこれはですね、基本的には株価の上がる原因になります。シンプルに企業の売上、そして成長率が良かったという話になってきます。はい、でその売上が良かった、成長してるよっていう理由としては、LINE とですね統合していてですね、この LINE と組んだことによって広告コマース事業ですね、これがよりこう成長を牽引することに、なりました。ということで市場予想はですね、3590億円だったんですけども、うん、なんと3734億円ということで、市場予想を大幅に上回り、うん、前年同期で 36% 増ということで、非常に素晴らしい、決算を出してきました。はい、LINE とそしてさらにですね、 Z ホールディングスは Yahoo も参加にいますので、こちら、2社の広告収入っていうのが想定以上に、伸びましたというところが今回の決算の、理由になってます。うん、まあ、ただ、来期ですね、7月から9月期の第2四半期に関しては、第1四半期と比べてちょっとこう動き成長がマイルドになるというような、まあ、見通しになってますので、うん、まあ、ここからさらにガツンと成長するかどうかっていうと、実はちょっと落ち着くんじゃないかなというような見通しになってます。なるほど。株価が上がる要因としては、アナリストのですね、株価予想っていうのも一つ影響を受けます。でこちらに書いてますね、 SMBC 日興証券のアナリストのリポートですね。こちらがですね、目標株価850円ということで、実際に今の株価と比べると、まあ、まだ余裕があるわけなんですね。うんうんうん、なので、目標株価がやはり高いとですね、はい、皆さん投資家は情報をこう頼りに取引しますから、まあ、一つこうアナリストの評価として、まあ、実際に Z ホールディングスが、まあ、まだ700円台じゃなくてですね、800円台いくんじゃないのかなっていうふうに考え始めたところがあるのかなというふうに思います。株価が上がってきてですね、そして新高値といってですね、新しく今まで出てないぐらいの株価を更新すると、うん、より注目されるんですね。あ、そうなんですか。はい、まあ、なぜかっていうと、まあ、今まで過去に出した株価を超えてきたっていうことはですね、うん、それだけその投資家から認知されてきて、より期待されているってことになります。なので、新高値更新って実はですね、株を購入する一つの材料になりますので、もしそういうような状況に近づいているのであれば、購入を検討してもいいのかなと思います。なるほど。本日撮影しているのは9月3日で、今日の記事になるんですけども、うん、年初来高値がついているらしいんですよ、うん、Z ホールディングスで、うんうん、ってことは買いですね。今年で一番高かったっていうことであって、うん、上場してから一番高いっていうわけではないってことですね。はい、まあ、そこは違いますので、ちょっと注意した方がいいですけど、うんうん、まあでもやっぱり株価に勢いがあるっていうのには違いがないので、はい、はい、まあ、一つの判断材料にしていいかなと思います。はい、ではちょっと買い増しようと思います。ということで、 Z ホールディングスの株を買い増ししていこうかなと思うんですけども、まあ、何株買うかちょっと迷ったんですが、うん、9株を買い増しして合計で10株にしたいと思います。うん、ということで早速買っていきます。ということで、
今、Z ホールディングスの株を9株購入しました。購入完了画面がこちらです。はい。ということで、ポートフォリオを確認していきたいと思います。今映っている画像がポートフォリオの一部になるんですけども、うん、Z ホールディングス10株持っていることになります。以上が買い付け画面になります。ということで、今回 Z ホールディングスの株を買い増しをしてみました。実際に LINE 証券で買い増しするのは初めてだったんですけども、うん、1株だけじゃなくて10株とかそういう単位で買えるのは LINE 証券のいいところかなと思いますので、うん、皆さんもぜひ試してみてください、まあ、あとはですね、実際自分が投資する株価が大きく上がった時にこれは見立てが正しいからと言ってそして買い増しするのか、それともまあ一旦利確すべきなのか、はい、ここがちょっと個別株の難しいところになりますが、まあ、今回ですね、買い増しをするという選択を取りましたので、はいはい、今後の株価を追っていきたいと思います、はい、この動画が参考になったよっていう方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。